あの頃の生田さん優しかったな。待って待って、過去形。すごい過去形になってるよ。山下だってホテルで、なんかまずは悲しんでたっていうか、ダンスレッスンの時に、いろいろ怒られちゃって、いろいろあった時に一緒に寝てくれたの生田さんやったの。そうなんだ。全然記憶にあって言うんですけど、マジでまさあの時、生田さんの胸で泣いたの覚えてる。あらららららら。ほんと、覚えてるくせに。まさきちゃん、おいでって言ってくれたのも覚えてる。